はい、こちらです。よし。デミガンです。俺たち、ミッドナイトモーズです。妄想、デートプラン今回、ただの開封じゃなくて、今回ね、この、コレクション KH21 フォトっていうのを買ってきたんですよ。ハロスで3つ、うん。この中にはシークレットで全メンバー出るらしいです。なるほど。でこれを今3人で、まあ、開ける開封動画をしようと思ったんですが、それじゃつまらない。開けて出てきたメンバーと、デートしちゃいましょう。じゃあもう、あれじゃない開封動画っていうサムネで出しちゃえばいいんじゃない？開封動画です。基本は。基本は開封動画なんだけど、開けた時のメンバーと何をしたいか、どんなことで遊びたいかもちょっと一言ずつね、うん、一言じゃないや。ちょっと、そう。プランを立てながら、楽しく開封していこうと。はい、出て、うわ、かわいいが、従来の、その、開封動画。今回は、出たかわいいこんなかわいいこと何々がしたいまで行こうかなっていう。大元はなんか開封動画ですね。大元、そこは、基本は開封動画、そりゃそうだろ。シークレット開けたいんだよ。ただ、これ3つ開けるじゃん。2分の動画よ。2分じゃなくて10分になってた時、何を開封したんだろうな。長々とやっぱ10分くらいの動画にした方が楽しいので、うん、ちょっとみんなで遊んでいきたいと思います。それでは、イッテイスティングタイム。さあ、じゃあ、これマジで何が入ってるか全く見えないから、を選んでおこう。確かに。これ本当にハロプロのメンバーが入ってるんですか？そこもまだわかんないもんね。これは本当にハロショで買っただけ。ハロプロメンバーと書いてなかったかもしれない。でも、爽やかゴロが出る可能性もあるってこと？なくはないかもしれない。畑が出る可能性もあるから、ね。そこ見てない、俺は。じゃあ、大切ですね。さあ、ユダとデートができるのは、デートが、逆じゃなくて、逆の方がいいんじゃない？雄大とデートができるメンバーは誰なんでしょうね。俺が誰の間にいる間にいる間にいますね。これ、向き。せーの。はい。じゃあ、誰誰お、りんちゃんお、りんちゃんじゃん。いや、俺は、これもう、りんちゃんだったら、まあ、まず、あれですね。やっぱ誕生日僕一緒なんですよ。おはよう、りんちゃんの。確かに。だから、まず誕生日押さえておきます。から、10月ね。10月6日ですね。はい。な誕生日を抑えて、抑えてレストランかどっか行かせていただきたいなと思うんですけれども、なるほど。ただ、りんちゃんって、うん、やっぱ爬虫類。爬虫類。爬虫類。好きじゃないですか。爬虫類。これあれ行っちゃおうかな。あの、ゲテモノ出すとこ行っちゃう？ゲテモノ料理のとこ。ゲテモノ料理のとこ行っちゃいます？行ってたら、タガメサイダータガメサイダー飲んじゃうタガメサイダー飲んじゃうデートでカエル食っちゃう楽しそうだろ、お前。行っちゃう爬虫類デートか、いいね。で逆に、まあ、俺が連れてくっていうのもあるかもしれないけど、俺、まだ爬虫類食ったことないから、ゲテモノ。逆に連れてってもらうっていうのもあるかもしれない。いいじゃん。お前爬虫類食える？いや、どうだろうね。どれぐらい食っちゃう？どれぐらいカッコつけて食えるかだよ。そう、でも、お前デートだよ。でも、それも、いいよ。爬虫類はどこだ？でも、ゲテモノと爬虫類ってやっぱ。まあでもさ、ゲテモノだと、もうちょい枠が広がる。カエルってなんか、虫とかこうやって食えそうじゃん。そう。昆虫もだからゲテモノだ。うわぁ、俺カブトムシの嫌だ。いやぁ、カブトムシの夢が。ちょっと待って、カブトムシも食べるの？カブトムシ食べるのあるよね。そうなんだ。だから逆に、その、なんかコオロギとかそういうの。りんちゃんに、こう、逆に連れてってもらって、ゲテモノお前食えんのかいみたいな感じになって、で、俺がヒヤヒヤ、ヒーヒー言いながら食べながらみたいなのも。リンが笑ってんだ。そう、ちょっと楽しい。かもしれない。それもだって、リンちゃん笑ってるとこ見れますから。確かに。デートとしてはいいのか。そう。あ、確かに。カッコつけてもダメか。そう、カッコつけるのはいいんだけど、コオロギとかな。そう、逆に、そのちょっと、ヒーヒー言ってる方がなんか、可愛い。こっちが可愛くていい。確かに。あ、それもあんのか。なんかあれだな、ゲテモノ、まあ、1日だとしたら、そゲテモノの、お昼ゲテモノ、夜は、りんちゃんが逆に、弱いとこで、ね、それいいかもしれない。例えば辛いの苦手なんだったら、ちょっと辛いので違う、普通に昼ゲテモノで、俺がヒーヒー言ってんだけど、夜はちゃんとしたとこに連れてって、ちゃんとかっこよくこう、どうぞみたいなのがいい。それでもいいな。あー、かっこいいですね。これいいかもしれないですね。メシツアー、ゲテモノメシツアー。ゲテモノメシツアー、誕生日のこのやつですね。立ち回りですね。はい。じゃあ、行かせていただきます。二択かなさあ、秋の部とデートが、秋の部とデートができるメンバーは、こちらです。秋の部がデートできるのがいいと思うけどね。しまくだ、りか、お、誰これをわからちゃんです。わからちゃんですね。あれ、難しい。お前らが続き。
話したばっかだな、お前。マカナちゃんとデート？ちなみにあのデブキャンとこれやろうって、この企画やろうって来た時、マカナちゃん来ねえかな。お前マカナちゃんとデートできんじゃん。マカナちゃんはやばいぞ、お前。どうする、お前。ちょっと待って、想像しろ、想像。どういう設定で行くの、それは。お前もうダメだ。14歳の松本若菜と21歳の秋信で。ああ、なるほどね。なんか、難しいな。あれじゃない？違法？違法じゃない？違法？いや別に、それ何の話？転職しない？大丈夫？法は取ろう？じゃあ一旦無法で。無法で。普通のデートでも、なんか若菜ちゃんは、こっちをなんか楽しませてくれそうな感覚もあるよね。一緒に料理したいかも、じゃあ。だよな。うん。教えてもらう。家で、わからんち行く。いや、じゃあもうできて、わからんち行く。わからんち。それなんか違う。そういうことじゃない。わからんち行ってもいいし。じゃあ、そしたら、わからちゃんのママと、なんか、3人でクッキングする。そうそう。それでもいいね。しかもなんなら料理っていうか、お菓子とか作りたいな。あー、お菓子か。まあ、お菓子もありだな、確かにな。昼頃から集まったら、そうそう。一緒に、スーパー行って、これいいよ、これいいよ、みたいな。何作るって言って、で、買い物して、家帰って、一緒に料理して、いいねー。で、最初は、ちゃんと二人で行ってんだけど、マカヤちゃんちゃんとしたもの買うけど、お前は、メルメルメルです。そう、面白いグッズを、これも良くないみたいな感じで、こう、ちょっとね。あ、いいね。そういうのがありますよね。いらないって言われたら。そう。それはちょっといらないな、みたいな。あ、そっか、つって、小旗。いや、ちょっと、いらないな、も言われたいし。いらない、そう。だけど、ちょっと受け入れ、ちょっと気持ち悪いな。受け入れ。なんで俺だけ気持ち悪いって俺が。受け入れてくれる。マカヤちゃんもやっぱ見えてくるな。そうね。ベレー帽かぶっててほしいよ、俺。ベレー帽、ベレー帽かわいい。ベレー帽いいなぁ。ベレー帽わかないいな。ベレー帽わかな、ビッグ買い物かごで。ビッグ買い物かご。カートじゃなくてかごなの。ビッグ買い物カート。ビッグ買い物カート。そう。それで行きたいっす。それいいなぁ。それはいらないかなぁとか言われてる。うわぁ。まあでも、頑張っちゃおうかなとか言ってね。うわぁ、うわぁ、うわかな。今のいいね。俺中学生だったらわからに告白してるかもな。いいな、今の良かったな。ねえ、したいっすね。頑張っちゃおうかな、良かったな。ちゃうかな、いただきました。よし、行きまーす。誰引く？流れはアンジュだよ。誰引く？流れはアンジュ。アンジュの手先。あ、リーチ、リーチ。これ確定リーチか。流れはアンジュだけどね、まあ、デブキャンとデートできるメンバーは、今年お前主観がいいな。こちらです、ダンホマーホマーホマー今回すごい年下が多いね。確かに、めっちゃ年下だな。ホマレとデートか楽しそうだな。楽しそうでいいね。そうだ、どうしようかな。でもやっぱ共通点は肉なんだよな。確かに。ホマレが好きなお肉、多分お前あんま好きじゃないぜ。牛タンだっけ、牛タン。牛タンはいいとし、牛タンは食べれない。牛タン食える。牛肉は好きじゃない。でもなんかホマレのシャトーブリアンとか食べるよ、多分。高い肉か、でもカッコつけるか。好きすぎるメンバー出てちょっとさ、ビビってんじゃん。ちょっとどうしようって気持ち出てるよね、多分。でもね、やっぱ遊園地とかは大人な恋愛じゃないから。ホマレもう、だってビジュアル。大人な恋愛がしたいの？ホマレってビジュアルフォトブック出すんだ。見ました？ CM。見ました、見た。一回すげえ大人っぽい。見ました。だからもうホマレって大人なの、大人判定なのよ。だから俺もやっぱりホマレは中学生で泣いてるホマレじゃないのよ、もう。なるほど。もう高校2年生で大人なホマレっていうことは、俺と大人なデートしなきゃなんないと思うのよ。大阪でも行くか。大阪の道頓堀らへん行ったことある。うん。だからお好み焼きとかね、その辺の大人かはちょっとわかんない。でも違う、あれ、自分が詳しいだけなのかもしれないな。イメージね。イメージやっぱ、あそこは、スーツ着て会社帰りとかに行ってそうだから。あ、そうなんだ。ちょっと、ホマレとも、このホマレをモーニングで卒業して。ホマレ同僚設定。あ、そう、同僚設定。どういう設定で行くの、それは。お前、もうダメだ。14歳の松本若菜と21歳の秋信で。あー、なるほどね。で、関西赴任して転勤で一緒になって、俺がちょっと先輩のホマレが怖いで、俺の方が先に関西にいたんで、ホマレが後から転勤してきて、デブキャンさん、ちょっとまだ大阪がわからないんですよ。お前デブキャンで登録名出してんの、お前会社の。デブキャンさん、ちょっと大阪わからない、まだ赴任してきたばかりでって。お前ついてこいよって道頓堀に繰り出すわけですよ。声渋いな、織田裕二みたいだな。織田裕二似てるからな。
ニのね、ところとか行ったりして。でも、カニのところは目もくれず、やっぱり、ちょっと高めの焼肉店に入りますね、ここは。あれ、なるほど。お好み焼き食うんじゃねえんだ、別に。粉もん食うんじゃねえんだ。粉もんは、ちょっと、粉もんは家でやれよ。粉もんは、そう、俺が家、その、自宅に招いた時だ。粉もん、粉もんは家のホットプレートでワイワイやってよ。楽しく、それは。やっぱ、高い焼肉は家で食えないから、そう。ちょっとね、コマネがまだ見たことない焼肉を食べに行くデートで、食い終わった後に、ちょっとあの、終わった後に、道頓堀のね、あの、川、汚い川のらへんをね、かっこつけて歩きたいです。ちょっとタバコでも吸っちゃおうかな。渋めを吸わないのに。普段吸わないのに。でも、どうだろうな。今やっぱちょっとそういう時代じゃないじゃん。やっぱあんまタバコがさ、かっこいいとされてるような時代じゃないから、ちょっと、ホマレどう思うか。でもこれは書けよ。そう。もしかしたらホマレはタバコ吸う男かっこいいと思ったら、うん、俺がこうやって、道頓汚い川のところで、そう思ったら、汚い。美人の横で吸うタバコはうまいですわ。って言ったら、ホマレも。そう。な、でも、ホマレがその、タバコを吸う男を渋くてかっこいいって思う女性だとしたら、ホマレ最高じゃない？最高。そしたら俺はタバコバンバン吸っても、今日も疲れましたな。とか言って、ちょっとっあんなかっこよくないな、セリフが。あれ渋い一言がいいか。渋い一言がいいな。あんま逆に喋んないぐらいの方がいいかもしれないよ。調子どう？これぐらい？いつそれ。で会社では吸わない。会社では吸わないんだ。あ、そう、いいかもな。会社では吸わないんだけどね。そう、で、こうやって焼肉終わって、道頓堀歩いてるときに、ごめん。いや、こういうときは吸わしてよ。って。あ、かっこいいじゃん。あ、ほまりがね。ちょっとさっきよりはいいな。調子どうだもんな、さっきの。デミキャンさん、タバコ吸うんですかって言って。あ、普段吸わないんだけどね、みたいな。まあまあ、可愛い女の子いるとね、ちょっと吸いたくなるよね。で、これ。またいらない？あんま直では言わない方がいい。その、いらない？可愛い女の子がいるときは吸うんだとか言わない方がいい。今ちょっと、今日はちょっといい日だったからね。みたいな。確かに。ナイスなデイだったからね。ダサいなぁ。ダサいなぁ。あ、すごいなぁ。月が綺麗ですね、とか言って。デブキャンさん、今日新月ですよ。見えてないですよ。いやぁ、心の見えないのも、また一興。決まった。決まったね。ありがとうございます。はい。ということで今回ね、開封動画でした。いや、いいですね。皆さん、ちょっともう一回出した人、言ってみましょう。僕、ハッサゴリンちゃんですね。いやー、僕は、ツノトワカナちゃんですね。私が、ホマレですね。年下メンバーがちょっと多かったですね。確かに。2個も3個離れてる。結構下ね。2個も3個どこじゃん。俺5個離れてる。俺、妹も同じだよ。5個、5個。え、これ、ホマレと5も離れてるのか。そうだよ。だって2005年だ。5? 5だ。5、5、7。7。うわ、すごっ。危な、これ動画出して大丈夫かな？大丈夫。5も7も下のことデート考えてる。やばい、ね。けどこれはでも、考えようと思って言ったわけじゃなくて、出たから考えただけですので、まあ、心配しながらなんか。まあ、あと、開封動画ですから。あ、そう、これは、開封動画、ね、これの開封動画だから別にその、確かに。デートプランのところはおまけでしたので、別に気にしないでください。そんなに。本当にね。今回はこの、キーホルダー、皆さんもね、ハローショーにいたら400円で売ってますから。400円でこんだけ楽しいデートを売ってますから。そう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 。400円ですよ。デートが400円でできるんだよ。いいでしょ、これ。めちゃくちゃいいでしょ。これめちゃくちゃいい遊びです。皆さんもこれ買って、ちょっとデートプラン披露するっていう開封ゲームみたいなしてみてください。終わります。それでは、バイチュー。